文句は自分の企画通してから言えよ。書いてるんですよね、小説。うん。りなちゃん、仕事は探してんの？いい加減、家に閉じこもってないでちゃんとしないと。はい。ちいち、じゃあどっか行こうよ。自分でやる。大丈夫。はいはいはい、いいからいいから。うちの新人賞出しなよ。面白そうじゃん。大変申し訳ございません。新人の清川です。これ清川さんの意見どれぐらい入ってます？参考にしてもいや参考じゃなくてこれそのまま書いてくださいよ。なんで応援してくれないの？なんで？俺がさ毎日毎日したくもない仕事してる間一体何してた？変われないんだよ。食べてこんなくだらない方が何になるんですか。普通とかダメとか誰が決めたんですかね。生きてればそれでいいじゃないですか。